中村総一郎は日本の電力事業家。電力自由化に伴い、新電力会社として参入した自然エネルギーを開発、販売する株式会社ループの代表取締役社長を務める。現、アドバンストマテリアルジャパン株式会社の代表取締役社長の中村修雄はジップ。母は元国会議員秘書。指定の三兄弟の長男。 子供は5人、居住地の文京区では、最多兄弟数、東京都杉並区小木久保で生まれ、千葉県千葉市稲毛区で育つ、東京工業大学附属高等学校時代は、成績不良で留年を経験したため中退。欧州に一人旅して、海外留学への憧れを高め、日本の大学に進学してからの方が留学しやすいと、知ったため大学入学資格検定に合格して、 京林大学に進学した。卓球便のアルバイトで70万円を貯め、これから伸びる国という父親の勧めにより、中国への留学をすることになった。北京語源大学へ入学後、ラグビー部に所属。他国の留学生からラグビーを通し、欧米的リーダーシップを学ぶ。日本人留学生の女性とできちゃった結婚をしたのを、機に北京のコンサルティング会社で、 日系企業向けのサポートビジネスに従事。帰国後は、京都に住み、中国と台湾から部品を調達して、パソコンのネット販売事業を開いた後、レアメタル商社アンクの手伝いをする。2011年の東日本大震災の際に、電力供給が途絶えた被災地に入り、独立型の太陽光発電システムを設置して、回ったボランティア活動がきっかけとなり、 3人の仲間と一緒にループを設立し、再生可能エネルギー事業をスタートさせる。石炭や石油とは違い、世界中どこにでも、豊富に存在する自然エネルギーを誰もが簡単に電力に変えられるようになり、戦争や紛争がない幸せな人類の未来を創造することを標榜している。現在、株式会社ループの代表取締役社長。 米ペガサステックベンチャーズが主催する世界最大級のグローバルピッチコンテストカンファレンススタートアップワールドカップ2020東京地区予選にてファイナリスト10社にノミネートされ最終的にグランプリを獲得2020年末にサンフランシスコで開催される世界決勝戦に招待され世界優勝投資賞金約1億円をかけてチャレンジすることとなったありがとうございます